さて、行こうか。美しい青空が広がる。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。さあ、花に立ったのはサイレンススズカ。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は岩早秀、外から行くアグネスタキオン、4番手に5番外から行くオグリキャップ。さあ、1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。サイレンススズカ対象に飛ばしていきます。先頭はサイレンススズカ、安心で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは岩早秀、3番手にアグネスタキオン、内の方からオグリキャップ、5番内から行く、そしてその外を回って14番、その後山陽橋開いて13番、そのうち並んでハッピーリーク、少し後ろからキングヘイロー、向こう正面に入って先頭はサイレンススズカ。順位を振り返っていきます。先頭は変わらずサイレンススズカ、続いてアグネスタキオン、岩早秀で並んでくる4番手、5番それを見るようにオグリキャップ、さらに14番少し後ろからハッピーリーク、13番続いている、それを見るようにキングヘイロー、その目をついて15番少し後ろからエルコンドルマスター、さらにそのうちからは待ちかね福来たる、そしてその後方には7番、さらには8番、後方2番手に3番、10番現在しんがりだ。アグネスタキオン先頭を進みますが、これは正解でしょうか。当たってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、まもなく第4コーナーカーブ。検証を重ね磨き上げた、これが私の方程式だ。ウマ娘たちがどう動くか不明が離せません。互いに足を止めている展開、これは直線勝負になるか。さあ、これから坂、三川の舞台はこれから坂がある。岩早秀、負けられない、負けられないぞ岩早秀。足色は衰えない、残り200。岩早秀リードは4マシン、食い下がるアグネスタキオン、速い速い、先頭は依然岩早秀。岩早秀強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。岩早秀 URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着はアグネスタキオン、3着はオグリキャップどうだ見たか、って近いぞ。